な心境なんでしょうね。うん、いや、このやっぱりこの心ぶれないって考えたら、この星子松崎を先鋒地方で使うのはやっぱり大きいですよね。うん、もうギースはおそらく勝てると思うんですよね。だからその向こうがやってくるなんか想像もしないようなあの動きとかに対してやっぱり心満たされると向こうにもチャンスがね出てくるんで、まあ、それ考えるとこの先鋒地方のオーダーっていうのはまあ今世界で一番安定してる2人じゃないかなと思いますね。世界1、2がそうですね世界で一番安定してるってかっこいいですねしかも筑波ですよ。そうですね。あ、もう3人入ってますが嬉しいですよね。先生が教えたからいやいやいや、今はもう環境作りだけですね。あと見てるだけ本当にもう星子はもう個人に撮ってるから多分もうひるむことなくですね、今日本当にいいと思いますよ。いろんな体験したからやっぱりこう、それを風にね、そうなんですよ、いいところを、そうなんですよ、いい部分をどんどん出して、やっぱ経験って大事ですね。そうですね、やっぱりこの乗り越えるっていう経験ですかね。第19回世界剣道選手権大会決勝、日本対韓国の対戦です。この先鋒戦ですね、先に1本と欲しいですね。大きいですね。大きい。大きいですね。大きいね。今年今回のこう韓国の戦い見て本当綺麗になってきたなと思ってね。そうですか。うん、なんか一所前は本当にあのつばぜりもかなり、うん、激しい、激しい、ね、はいはいはい、感じがありましたね。荒々しい、なんかそういう剣道でしたよね。いや、これ注意してないんですよね。本当は審判法注意はないんです。注意する場合はどちらか反則を取らないといけないの でちょっと審判が知識が入ってないかもしれないですね。まあ、相手選手も星子選手を研究してるだろうし、うん、いや、韓国はもう本当に代表選手は研究してきてるでしょうからね、はい、それ間違いないです。ただ日本の選手も本当に、今回の大会に向けてはですね、韓国と戦ったりもしてます。アメリカともですね、練習試合してますので、はい、やっぱ韓国選手もあの小手を警戒してますね、かなりね、してますよね。警戒しててもそりゃそうですよね、取られちゃう小手っていう。そうですよ、はいはいはい、だから今度小手警戒してくれたら引き技、それから面っていう形で一本取りやすくなってくるんですけどね。みたいなこう片手で接近した行為を何回か続けると韓国反則取られますよね。ああ、そうですか、はいはい、まあ、あの打突の意思のない接近行為ですね。
ったですね。コロナウイルス感染症に関して この暫定的な、はい、ルールというんですかね、はいはい、それではやっぱり審判も積極的に引き技を取りましょうという結局つばぜりにならずに、うん、つばぜりになった瞬間に引き技を積極的に出そうというようなですね、あ、はいはいはい、形で審判法も進めてきてますから、うちらも学生もやっぱりつばぜり入るんじゃなくて接近したら積極的に引き技を、はいはい、出しなさいという。多いですよね、引き技ね。そうですね、ここでもこの瞬間にそうです、今言ってたその引き目が、ね、ね、はい、まあ、彼すごいのはやっぱり前で取るの難しいなっていう時にこれまず取っちゃうんですよね。彼がここの彼の存在すごいところ、本当にだから最初から引き技に耐えるんじゃないですかね。相手を見て、そう前で取ろうとするんだけども、ここ一本欲しいよねっていう時に取れるっていうのが、相手だってかなり警戒してると思うんですよね。そうですね。分かんないですね。多いですね。なんだろうな、避け方かな。打って避けた？いやいや。赤だ。ああ、そうですね。まあ何もなかった。そうですね。要は技の途中で接近したということで、まあ。打突の意思のない接近行為として、うん、はい、見られたんだと思いますけど、いやそういう意図があった入り方ではないですよね、今のは。打とうとしたけども打突部位が見つからなかったっていう、防がれてたっていうところだと思います。倒れたところで打って入ることはあるんですか？ありますね。ありますか？はい、ルール的にはですね、倒れて、まあ、一呼吸の、以内の打突は有効とするっていう、いうルールなんですね。下の方に向け、おーっと、どう打ってきて、おーっと、ちょっと激しい感じ。これは場外ちょっと微妙なところですね。主審は場外立たないですね。どうだ、いやちょっと軽いかな、主審上げましたけどもね、うん、ちょっと打突が、ここで時間です、うん、はい、ちょっと強度がね足りんかったかな、うんうん、タイミングはね、いいけどね、はい、まずは日本が一勝、そして次鋒が日本は松崎選手、はい、おー、積極的に行きますね。いやー、早いな、すごい動きですね。あれ、ちょっと防御好きの出身ですね。何かと相談したいでしょうか。ボーギー出身かもしれない。ボーギー出身ですか、ボーリーみたいな。だからそのただぐちゃぐちゃになる前に、うん、早めにこうボーギーしてプレッシャーかけるっていうのはあるんですね。ここは取らなくてもね、あんまりやってるとどっちか取っちゃいますよっていうような、はいはい、うん、
この時報の韓国の選手は先生にはどんな風に見えますか？ん？時報の韓国の選手は先生にはどんな風に見えますか？うん、そうですね、あんまりまだ腹が決まってないから面の出方もちょっと打ち切れてなかったですよね。なのでどちらかというと勝ってやろうっていうよりは何かまだ打たれたくないっていうような気持ちが強いのかなっていう感じです。ただああやってその打たれたくないなって思いながらでも前に入ったら何が起こるかわからないんですよね。はい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 。なので精神的にはパッと見た感じは松崎有利かなっていう感じでは見てますけど、はいはいはい。分かりやすい。さっきのじゃ分かりづらいですよね。分かりづらいです。佐藤紐を直して。やっぱり韓国の選手の方が後ろ、おいおいおい、なんだろう、早いですね。なんですかね、多いですね。だからそのこのブーイングが出るのは、皆さんやっぱり審判をのルールが分かってるから、なんかなんだっていう風な感じ。いやでも注意するうちは反則取るんですよね。裏交差ですかね。反則取りますね。めっちゃ厳しい。いや早いですね。あれは松崎選手の面は有効だと思いますよね。韓国の選手ちょっと引き気味なんですよね。なので今の返しドンなんかも、分かりました、はい、あれが分かってて打たれて手元上がらなかったでしょ。あそこの攻めのね、圧のかけ方が本当に絶妙なんですよ。はい、構えてたでしょ。そうですね、手元浮かせないで打つんですよ、あれ。こうなんなかったですね。ならないんです。そう、鳴らさないようにやってるんですよね。はいはい、もう一本いけそうですね。あの面が決まると小手も決まりやすい。曲がったんですね、ちょっと。彼もいい竹刀使ってますんで、はい、こんぐらいじゃ壊れないです。竹刀に壊れやすい竹刀ってありますよ、もちろん。もう彼が使うのはやっぱり響きいいですよね、硬くてね。はい、もう一本いくじゃないですか、これ。もう真っ先もいけると思ってますね。はい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 。何なんかな。足出した。反則はなしですね。なし、はい、副審の合意が得られないんですよ。合意が得られないんですよ。はいはい。小手。
間の方もちょっともうね。いや松崎はもうあれですよ、松崎選手これもう一本取れると思ってるから、うん、まあ、チームのこと考えればね、あ、日本取っておこうっていう感じだと思いますよ、はい、どういう展開になるか分かりませんもんね、うん、やっぱ一本でも多くねあった方がいい、でも左足ためがないから届かないですよね、うん、あれじゃね。お手を攻めてきましたけども。選手もね、あれ引き出せてどうなったらねチャンスあるかもしれないけど、押されてるでしょ、うん、あそこじゃなかなか返しだと思いますよね。もう気持ちではもうまさき上ですね、見てる感じはね、ただもう一本欲しいと思う、ここはね、うん、ここで時間、松崎選手も一本勝ち、そうですね、はい、素晴らしい面でした ね、いい面でしたね、綺麗ないい面でしたね、あれが言ってた面なんですよ、分かってて手元を上げれない、そうですね、うん、本当にこう居つかせるんですよね、なかなかできないんですけどね、居つかせることって、そして草野選手上段です、今の一歩が大きいんですよね、立ち合いたらあの一歩入るでしょう、 あれがもう世界戦は初めてですよね、そうですね、うん、気持ちの表れですよね、うん、そう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 、うん、さあ名物のボディが出る、いや今やめてあげるんですから、はいはい、また注意して、中医事業先生なんですね、はあ、うん、ガトズ部位にかぶってたかもしれないですけどね、ちょっと技のキレがなかったですよね、うん、危なかったですね、でも韓国のいいとこ打ってますね、怖いですね、ちょっと怖いね、可能性もあるんですよね、何すあの下がれながら追われてたでしょ、ええ、ちょっとほら、だから追われてる時にタイムを取ってはいけないと、いやこれは
あの例えばあの反則だって言われた時に、うん、反則だって言われた時にそれが違いますよってこうならないといけないのに、今は反則じゃないですかっていうふうに向こうが旗上げてるわけだから、うん、多分これは多分認められないと思いますけどね、ルール上。あーほらボール、韓国の監督も何も言ってないですよね、旗上げただけだね、うん、ただ草野選手もその前にやめかければよかったんですよ ね、 あの外れた時にで引きながらやめかけたでしょ。 あれはちょっと反則に取られてもちょっと仕方ないかなっていう、ながらの手を挙げたみたいな。そうなんよね、反則じゃない、ただ手を挙げたけども何も言ってないですよね。これどうなんだ、審判主任監督も下ろしちゃったってことなんですか、うん、だからこれからこれでやっぱかけるのかな、ここでだから観客はあれは反則じゃないかって分かってるんですよ、私もあれは反則になるんじゃないかなと思います、ただただおそらくどうだろうな、例えば何かがあってて、はい、そして反則になったことに対して今は反則がどうのこうのっていうんですけど、その行為に対して途中で何かあるんじゃないかっていうのはおそらく認められないと思うんですよね、ルール上ね。ただ明らかな反則を、まあ、審判が見逃してるんで確認お願いしますっていう形じゃないでしょうかね、うん、この間また待ってる選手もね、気持ちが集中が、まあ、その辺は慣れてるから大丈夫なんでしょうかね、うん、呼ばないということはやっぱりルール上、うん、っていうことですね。反則にはならない、ならない、はい、ならない、韓国から申し出がありましたけど反則にはならない、ね、これもう草野選手は行った方がいいですね、あえて見てる間にこうやっぱりこういいとこ打たれると上がってしまいそうやから、会場はもう韓国の応援になってますね、うん、選手が1本取りました。おーすごい大声援ですね、うん、やっぱ、まあ、そういう雰囲気ありますよね、まあ、強い日本に対して頑張れ韓国みたいなね、ただやっぱり今みたいな反則を何か審判が日本ビーチじゃないかなって捉えられたのかもしれないですけどね、決して悲劇をしてるんじゃなくて、やっぱりまだね、ああいうの見極めができなかったんかなというのは僕は捉えますけどね、
ん、何言ってるんですかね。韓国は結構全大会とかでもその面が面が外れたり、いろいろ休んだりとかね、時間かけたりとか。そうなんです。はい。だからこれで済む問題ですよね。面つけなくてもいいから。あ、これ終わったでしょ。だからやっぱりブーイングなんですよね。日本はいらないですよ。時間の方もちょっとなくなってきます。あとまだやめろ、サッカー。あの、おそらくですね、おそらくですね、あの、まあ、あ、でも違うわ。なんか別れ方を言ってますね。決勝戦でこんなに合否が出るってのもね、なかなかありませんけど。で、注意もせず。そうですね。取られました。まあでも韓国の選手はあの上段対策しっかりしてましたね。やっぱり打突の機会結構捉えましたよね。捉えたというか作りましたよね。なるほど。はい、2-1になりました。竹之内、そうですね、接近戦になればいいですね。あの、どっちかっていう、そう、こういう、やんだ、ちょっと浅かったけど、ちょっと浅い感じしましたけどね。大丈夫。竹之内選手が面を取られました。取りに行っていいですよ。取りに行っていいですよ。なんですよね、仕分けになればね。なるほど。ここ大きいよな。このまま終わるとリードされるんですよね。引き分けですね。よし。竹内が面を取りました。
目打たれんようにせないかんな。おいおいおい、そう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 、それでそれでそれで、そこ、そうそうそう、まあやって入れば竹之内のね、うんうん、いいとこ出ますからね。やっぱ遠間になると向こうがね飛んでくるから、そこだけこっち警戒してもらえば、あと1本でいい。でもこのまま引き上げてもいいから出てくると思うんですけどね。乗ってきみたいなね。一本ポン。はあ。竹之内選手がここで面2本取り返して。ああ、よかったですね。あの1本取られたけど、ヒヤッとしたけど。ああ、そうですね。ああいうのでガラッと空気が変わりますね。さあ大将の安藤選手、目を超えてるからやっぱり審判がちょっと不安だったりとか、ね、するとしっかりなんか雰囲気出せますよね。安藤選手ね、ここはもう綺麗に勝ってほしいですね。やっぱでも韓国、その上段に対して苦手意識があるんじゃないかって僕の方でもこう身に入ってきてたんですけど、いやなんか本当逆にそこをなんか狙ってたみたいなね、そんな感じすらしますね。全くあれですよ、苦手意識なかったですね。どんどん攻めてましたよね。どんどん攻めて、やっぱり結局立つその機会5、6個作ってそのうちの2本取ってる感じですもんね。なかなか立つ機会作るのに難しいんですけど、京都の大会なんかは先方を引き分け、中堅が日本負けなんですよね。その後宮崎正弘さんが日本勝ちして同点で、最後石田俊也さんが勝つというね、状態だったんですけども、団体戦というのはやっぱ難しいですね。難しいですね。ちょっとやっぱ流れもありますからね。ただ外れてましたか。外れてますね。いや、いい形の機会です。いや、すごいいいところでしたね。やっぱり韓国の選手もさ、代表の選手が僕稽古とか、まあ、試合もやりましたけど、はい、強いですよ。やっぱ代表レベルは強いと思う。で、日本とちょっと違うところをちゃんと持ってますよね、韓国は。
同点。目が超えてる感じがするね。審判じゃなくてもなんか本当になんか盛りこういう風に盛り上がる剣道もいいですよね。はい、いいですね。反則になりますね。うん、分かり際から入っちゃダメです。あ、はい、一回きちっと分からないとダメなんですね。そうですね、分かりかけてて前に行くって、うん、もうその時点であの反則ですね、うん、はい。ここですね。ここから入ったらもう反則です。いやー、引き分け。竹之内選手が1本取られたときは本当どうなるかとかどう。本当ですね。あそこにいました。ん？何何何？え、また、ボーギー？ボーギー？何？時間？何ボーギー？え？え？なんか引き分けなんですよ。引き分けを一本勝ちって言っちゃったんですね。ごめんなさい。ごめんなさいって言ったんですかね。ちょっと主審を主審のことがね。いろいろバタバタありますね。しまったと思ったでしょうね、主審。やっちゃった。あといっぱい言われるぜみたいな。ということで、はい、世界選手権日本優勝です。おめでとうございます。最後はなんか最後は合議だったんでよく分からなかったんですけどもね。優勝は優勝です。よかった、決めた、すごかった。攻め続けた。ここ2年間みんな苦しかっただろうと思うけど、一人一人がポジションをよく攻め続けたことが結果につないだと思う。これは自信を持って帰ろう、うん、ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。取り返した。しない通りだ。ありがとうございます。あ、奥や。イベントだ。さすが。よっしゃ。やめと。やめと。すいません、盛り上げて。いい声が聞こえとった。最高。
国を背負うということで、もう本当に日本中のみんなが応援している、もうその期待にやっぱり応えないといけないというか、はい、私たちの、毎回のやっぱ使命なんですけど、まあ、私はこの今回キャプテンとして、はい、学んだ大会なんですけど、本当に今まで出た大会よりも、もう言葉では言い合わせないような恐怖心だったり、まあ、ただいろんな方が支えてくれて、特に、まあ国友土谷なんかは、まあ、大会直前で、出場できないというのを発表されて、そんな、まあ、本人たちは辛い中だったと思うんですけど、本当にサポートに回るっていうような、言葉をいただいて、よりその後の10名結束というか、もう必ず優勝してやろうという気持ちに改めて、感じたところです。いや本当に嬉しいというのはあるんですけど、ほっとしたという気持ちが一番強いです。前回の院長の世界大会も接戦になりました、はいはい、今回も、そうですね、まあ、やはり後ろは必ず回ってくるというのは、まあ、予測してたんですけど、本当に前日の個人戦で、まあ、上位4名、独占して、ただ、まあ、ライバル監督はこのまま黙ってないなというのは、まあ、チームであるから再認識して、でまあ、結果、まあ、厳しい戦いになったんですけど、本当に私も若い選手に助けられて、はい、この優勝があると思います。優勝決まった竹野内選手の試合ぶり、はい、どうご覧になってましたか。いやそうですね、一本正直な気持ちは一本取れだからもう本当にドキドキだったんですけど、もう自分も勝負するっていう覚悟が覚悟であったんですけど、ちょっと勝負決まったと関係はあるでしょう、だから、はい、自分は全然良くなかったんですけど、本当に、まあ本当にチームで勝てて良かったです、まあ前回大会から、はい、安藤選手がずっとチームを率いてきたわけですけども、はいはい、まあ、今回結構若い、はい、選手も多いですが、はいはい、キャプテンとして、はい、どんなチームができたと思われますか。いやそうですね、まあ、そのキャプテンになった時から、やっぱりこのチームの雰囲気を、大事にしようっていうのは心がけていたんで、まあ、上だから、下だから全く関係なく、もう一人一人が自分の意見を、言い合えるような、チーム作りにしたいなというのは考えてましたので、まあいいチームができたんじゃないかなと思います。この6年間も振り返って、はいはい、今回自分たちが世界一を掴めた理由、はい、今何だと思われますか。そうですね、まあ、やはりもうこの日本の剣道をもう世界大会で、まあ、披露しようというか、本当に守るんではなくて、もうずっとこの合宿の中でもう必ず攻め続ける、何があっても攻め続けるっていうのをまあ、チームのスローガンとしてやってきましたので、まあ、そのやっぱり、まあ、誰一人弱気になることなく相手に、まあ、向かっていったのが良かったんじゃないかなと思います。最後にもう一度、はい、今の喜びを言うと、いや嬉しいですけどほっとします。ありました、ありがとうございます。ありがとうございました、ありがとうございました、おめでとうございました、ありがとうございます。今の率直なお気持ちから聞かせてください。そうですね、もう
決勝戦でちょっと1本先に取られてしまって、まあまあ、自分が負けてしまうとこうチームをビハインドで最終戦にハンドキャプテンに回してしまうところでこうやっぱ自分の最後までこう東監督、寺本先生、内村先生から常に教えてもらったことが最後に続いて本当にホッとしてるっていうのが本当に良かったな。正直な気持ちを聞きたいんですけど、草野選手が負けて自分が1本取られて、はい、その時の心情っていうのはどうでした？そうですね、もう負けても結局 2-2 になる、まあ、2本取られても安藤キャプテン大将に回せばなんとかなるっていうチーム、今までこうチーム一丸となってやってきたので、自分のメンタル的にはもう、まあ、取り返せればラッキーかなっていうぐらいの気持ちでやって、時間的にも序盤に取られたので、まあ、全然、まあ、メンタル的にはそこまで、もうどっかでチャンスあるかなっていう感じでやってました。そのチャンスがあの取り返したのかと、日本ってことだった。そうですね、もう向こうはもう多分一本勝ちでいいぐらいの気持ちだったと思うんで、そこのなんていうんですかね、こうメンタルの違いっていうか、一本向こうは一本勝ちでいい、でもこっちは取り返せればラッキーっていうぐらいの気持ちでやったんで、それがあの結果につながったのかな。あの竹野内選手は今まで、はい、世界大会何度も経験してきてますけども、今回のチームまた色が違ったと思うんですが、はい、どんなチームで戦えたなって今感じてますか？いや、そう、まあ3回、これで3回目なんですけど、どのチームも良かったんですけど、今回特に、まあ、年代も若返ったチームであって、まあ、自分も中間層上の層でやらせてもらって、本当になんていうか、もう若い子たちが本当に頑張ってくれるっていう、まあ、その気持ちをこう自分たちが受け継いで、いい、なんですかね、合宿中も本当すごいいい雰囲気で、今までにないぐらいチームワークが取れたチームだったんです。やっぱり最後は竹野内だなっていう感じで決めましたね。そうですね、まあ安藤キャプテンから決めてこいっていうのが常にあったんで、まあ、練習試合等でもどうしても自分がもうこう負けて、まあ、引き分け以上で勝ちってところで負けてしまう展開とかも多かったので、まあ、ここはやっぱりキャプテンに楽をさせるじゃないですけど、もう最後キャプテンはあの大舞台で堂々と試合をしてほしいなと思って、自分の力で出し切って、最後も本当にあの一振りに出し切りました。最後もう一回世界一の喜び一言で最高です。よっしゃ、はい。